性格もご存知でしょ。いや、そりゃそうやろ。あれがまたマニアックな男だ。マニアックだ、ね。マニアックやね。うん。うん、なるほど。ああ、そういうことか。趣味があって、結構仲良くなって。ああ、似ても。似ても、うん。いや、あのね、田中くんはね、あの、大学時代の茶道部の後輩です。あ、茶道部、うん、茶道ですか。へえ、あそこまで聞いてる。あ、その知り合い。ああ、なるほどね。うん、で、それで、なんかや、ちょうど私が離婚して一人になった時とかに結婚式とかやったけど、ごめん、ほんと行かれんちゃうって言ってさ、あ、うん、任せられる人ができない、行かれんか、ほら、うちってお店休みがないやない？そうですね。そしたら、ね、ここを任せるってことは一応自分と同じぐらいできる人がおらな、行かれんけんね。で、それで私は付き合いが悪い先輩やったり、その友人関係にしても付き合いが悪いわけよ。ってことは、仕事が一つなんか形になろうと思ってどっか捨ててかんかんちゃう。忘年会、新年会ほとんど行かん。ってか、ゼロ行かんよ。うん、で、これ行かんのは人が嫌いとかなんかじゃなくて、優先順位を選んだら、やっぱそうならざるを得ないっていうのがあってね。で、それでまあ、ちょっといろいろこう。しよっちゃけど、田中君と知り合ったわけやね。はい、で、今仕事しようのは何年でしょう。今もう10年になります、ね。ああ、で、ちゃんと結婚して、はい、家庭もあって。はい、いや、で、それでさ、はい、あなたが、あんな幻想的な写真を撮ってくれるわけ、はい、もう最有力候補よ、はい。あ、そうなんですか。いや、もう、一応ヘッドライトアップして、うんうん、それ以上上行かなかったから。いやいやいや、上手上手。いや、だけど帰ってさ、本当は薄い桜なのに、はい、あの色をほら当てたことでさ、はい、あれだけこう、なんか、ね、夜の桜のいい感じが出とうやない、はい、だけど、あれでいいカメラやったらもっと言っちゃうけどね。そうですね。でも、携帯のカメラだね。で、それで、ここを撮りに来てくれたプロのカメラマンも参加するって言ったら、いや、プロはここで参加したらいかんやろっていうことね。なんか、だけどちょっと、あなた優勝、どうもこのままやった。だけど、24日の土曜、10時が締め切りやない、うん、で、その前から投票してもらうわけ。あ、なるほど、ね、うん。それで一番最高に撮った人。あ、撮った人ですね。っていうので、ちょうどこう、お正月の間、見てもらってて、はい、1月の何日が締め切りっていうのを、やっぱそれも締め切りを作って、で、その時に一番得票数が高い人が、商品券1万円分プレゼント状態ですね。なので、なんかいろいろ面白いことされてるなと思ってから。だけどね、ようやくなんかね、こう、で、あ、でね、ネットってさ、あんなその IT とかなんか工学部の方とかなんか行ってないけんさ、はい、それこそ、なんか、ビル・ゲイツがなんとかかんとかとか言ったって、あーって、蚊帳の外やったわけよ、ね。でも、ブログっていう言葉が出てきたときに、はい、あ、これやったらできるなと思って、ブログを始めたわけよ、はい。ブログっていう言葉が出始めた頃、はい。で、日本のネットってさ、みんなまだこう、要するに覆面で、ニックネームでやり合うのが主流やったよね。はい、でそれが、Facebook になる前に、そのブログでもう実名顔を出して発信しようと。うん。ただ、お金をかけずにお店の存在を知ってもらうツールということで、ね、Facebook で、あとはね、文章を読み込んでもらうっていうのは結構個人差があるっちゃ、勝手に読み込んでしまってそれを思い込みって激しかったりして、でそれでビデオブログっていう言葉が出た時に、あ、こっちやと思って動画をしたいんですけど、誰か動画私に教えてって言って Twitter でつぶやいたら、ブログのことでこう研究一緒に、ブロガーさんは無料でブログを商売に結びつけるのに勉強会をしてくれた講師さんが、私お手伝いしますよっつって来てくれました。っていうのでこんなことになった、うん、なのでいつもはこうやって人が映らない防犯の状態なんやけど、顔が映るとこういう状態で、うん、っていうので、まあ、顔出し OK な方はこうやって、うん、っていうのでFacebook 上ですごく好意的に協力してくださってる、はい、K山さんが、実はうちに昔いたスタッフだったと。あとよう来てくれたね、でも。いや、もうなんか顔出しづらいなと思いながらも、やっぱこう、一言こう。ああ、いや、というか、謝りたいなと思って。謝りたいなと思って。はい、あ、そう。いや、ちょっとこれ貴重な記録なのに、いい、はい、うん。で、何、謝りたいという意味。最初はこうネットを見て、かなさんの、まあ、プライベートの話とかも聞けて、あ、この人すごいなと思って。あ、ていうかさ、実は仕事しようときにさ、はい、そこまで伝えてないもんね。
要はね。もうそのプライベートの話ほとんどしてなかった。ないよね。うん。だって半年じゃんね。そうですね。うん。っていうか、いや、私は思ったと、あのね、要するに、なにわ節的な、こういうことで、はい、ああやけん、こうやけん、だけん、なんみたいな感じじゃなくてね。はい、要は、やりようちに自然と背中で伝わったらいいなっていう感覚なわけ。私たち昔の昭和のプンプンど真ん中の匂いの人間ってはそうなんやけど、言わないとわからないことがあったりするやない。で、そういう意味で、これは日々のことが伝わるけんね。ただ、はい、あれやったら落ち着いて、喋りよっちゃけど、本当はこういう意味よっていうのに書くのにさ、はい、あれすごくいいツールやんね。で、興味がある人しか見らんめえが。そうですね。だけ、広告って興味がない人までこうするけど、しゃらしいって感じだけど、あれって興味があるね。あ、そういうことやったじゃねみたいな。で、それでそう、こんなして、謝りたいから決まったからすごいよ。いや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 。あ、そう。でも、ちょっとネットでそのいいねをしたりとか、うんうん、まあ、ああいうこう写真撮りに来たりとか、うんうんうん、まあ、応援したいなっていう気持ちもあって。いや、だけどね、私ね、ちょっと、あれ誰かいなと思ったわけ。でも本当今日会って、うん、あら、いや、初めて会った人。いや、申し訳ない。いや、申し訳ない。いや、それとそれ。私一人でいる人権、やっぱね、もう10年以上前ですから、ね。いや、それでも顔を覚えとるよ、いくらなんても。やっぱ実物と写真で違いますよね。違うね。で、やっぱり最終的にさ、会わんと分からんことがあるわけや。そうです。でも、会いよっても分からんこともあるやん。それが補うのに、ああいうツールがあるのは、いいツールやなと思ったりするわけ。はい、でもね、スタッフに Facebook に入りなさいとか、なんか強制もなんもない、うん。興味がある人が入ればいいことや。そうですね。うん。だけど、つながりやすい危険なツールというふうに考える人と、つながりやすい、いいツールだと考える人って随分また違ってくるよね。そうですね。それでもう、18金買い取り日本一のお店なんですよね。はい、うん。ただ、当然、いらない金を売ろうかっていう人、ほら、金の延べ板はそう誰も持ってないけどさ、はい、いらない金のなんかって言ったら、ちょっとなんかない、お家に。なんか。ありますね。ね。っていうの。まったまんまとか。そう。そしたら、いらない人は断捨離で売る。ね。いやいや、手放したいわけじゃない。一時的に、用立ててもらいたい人は、そういうこと、虎の子じゃないけど、ああやって大事にお預かりする。だって質屋の本業やもんね。そうですね。それと、この、潰しじゃない、まだこれは職人さんのいい仕事やけん。ぜひまた誰か捨てる紙もおるけど拾う紙がおって、はい、誰かにやあれなればっていうので、あと質屋的にいざという時にお客様の雨降りに傘を貸すっていう意味でね、お客様が買っとってもらったら質屋として役に立てるっちゃ、はい、っていう仕組み作りはこうしようだと。1年に1回のセールの、あ、年に4回年4回、春夏秋冬だけ今1年に4回、その代わり1日だけにしようと。じゃないともう3日間は無理やけん。だけ春夏秋冬。いや、この間来ようと思ったけど仕事やった時に来れなかった。ああ、いやいや、そう。いや、ていうかありがとう。結局、まあ、こういうことやろ。10年くらい経って、ね、はい、要は半年ぐらいで仕事を辞めるというのは、はい、自分がまずかったなっていうことに気づいたけん、そう、もちろんですね。だけどさ、自分がさ、気づかんとさ、ダメじゃんね。そうですね。うん。いや、でもいいと思うよ。勇気を出して。その当時のことを考えると、やっぱりこう考え方が甘かったなって思って、仕事に対してですね。もう今なんかやっぱ、バスの運転してて、もう10年もしてたら、こう、ね、なあなあになってくるけど、やっぱ気をつけとかんと事故だったんですよ。だってね。うん。うん。でもやっぱ、まあ、今家庭もなってます、ね、うん。守るべきものもあるってあるし。でもマンションも買って、はいはい、払っていかないから、ね、はいはい、やめるわけにもいかないしですね。うん、だけ守るべきものがあると強くなるよ ね、 そうですね、簡単にやめられるからね。いや、いや、でもそうやってイベントをさせてもらったなっていうのがあるんですよ。はい、じゃあ、だって心に残ったことなんかある？なんかその当時自分がですね、申し訳ないんですけど、仕事のことじゃなくて、かなさんと当時いたスタッフまでボーリングに行ったんですよね。当時自分が付き合ってた彼女も一緒に、かなさんが連れてきていいよって言って、ボーリング、新年会でボーリング、あ、ってことでしたね、ってことはさ、うちのさくらのチビが終わったろ、じゃあ。あ、そんな時はなんか、まだまだ前。まだ前じゃないですかね。小橋さんとか、あと、面白いなんかちょっと綺麗な感じの子もた気がするけど、あと、メガネかけた大学生も。はい、名前を思い出した。いや、顔を思い出した、思い出した。で、みんなでボーリング行って、で、かなさんがあの時に、そのボーリング終わって、カラオケ行こっかって言い出したけど、みんな、明日しようって、仕事があるって言って帰ろうってなって。
あの時行きたかったなと思ったんですよね、自分。はいはいはい。それがすごい印象深くてですね、うんうんうん、自分の中で、うんうん。いや、それがさ、結局、はい、なんか、私たちって、こう、うん、そうね、あの、同級生とかさ、学生の時やったら、はい、お行くぞって言って行けるけど、うん、その、まあ、みんなが、こう、次の日が仕事があるけん、じゃあ帰ろうかって言った時はさ、はい、そんなこと関係あろうか連れて行くぞっていうのは。無理ですよね。うん。いや、だけど、その、母さんの意外な面が見れたなっていうのがですね、その、いつもこう、仕事テキパキされてて、で、こうね、みんなでワーワー言って、次行くぞみたいな、はいはいはい。なんかそういうイメージ全然なかったから、ね。はいはいはい、うん。いや、それがさ、この年になったら、はい、あの、それがさ、そういうのに誘われて、はい、ね、いやいや付き合いよう人もおったりするやん。あ、まあなんですね。ね。で、あとはさ、うん、うちが全然こう、社員旅行とかなんかとかもこうしなかったのも、うんうん、まあ、それが嫌な人もおるやん。んもうそれやったら帰って、もう現金もらった方がいいっていう人もおるやん。うん、だからさ、何がその人にとって嬉しいものなのかっていうのが、わからなかったりはするじゃんね。うん。うん、そうなんね。今いる会社は結構社員数が多いから、うん、あの大体月3000円ぐらい積み立てして、はいはい、で1年に1回その、まあ、幹事さんがどこ行くか決めてやってるんですけど、うん、でもやっぱこうでもさ、それがさ、はい、それがさ、その3000円の積み立てがさ、はい、もうそんなにやったら、あ、もうっていうのでみんななんかあるやろ、でやだけんね、うん、でもそのコミュニケーションがあるけんずーっとこう仲間になっていくみたいなのもあるよね。うん、まあでも、ある程度人数がいないと難しいですよね。そうよね。それがあるよね。うん。で、あとはさ、主婦業の人がおるとするよね。はい。だから、要するに、それは会社のこと、イベントで行くっちゃけど、お家にお子さんをこう預けてどうなるとかなったらさ、なかなかそれがこう難しかったりはするよね。うん。で、まあ、ある程度の人数がいないのやったら、そういうこう、あの、なんていうかな。その小規模同士の人でこう集まってするようなのもあるっちゃけど、はい、それいろんなパターンもあるっちゃけどね、それを良しと思ってない人にしたら強制になるわけだよね、うん、でそれが楽しいっていう人とそうじゃないっていう人とやっぱ面白いもんやけん、ね、難しかったりはするけどね、だけどまあ、あの手この手でこうみんながこう何でも、ただ自然とそんな風に葉っぱかけんでも、うん、人ってそうやって気づいていくっちゃうね。そうですね。うん。で、私さ、前はちょこっとは引き止めよったかもしれん。うん。うん、ギリギリ話を聞いて。ああ、話聞いて。うん。でも、途中からさ、うん、もう、申し訳ないけど、付き合っちゃいられねえみたいなって言ったった。ああ。だからもう急に婚活ったら、翌日とかも、もう電話もしない。で、こっちから、いわゆる、またちょっとあれせんねっていうこともしなくなったのね。うん。うん、で、挙句の果てはさ、もうこの頃は、うん、お父さんに、まあ、たまたま電話に電話したのがお父さんだったわけさ、はい、お父さんがお説教しとっちゃう。もう、相当な自己中ですって、うん、お宅の息子さんはね。うん、で、もうこれ以上うちの方では手に負えませんと。うん、ね、それで、今度息子さんが再就職なさるときは、うん、少なくても仕事は3年以上せんとものにならんぜっていうのは親御さんの方から強くご指導してやってくださいって。うちは、要するに引き止める気はありませんって言ったんよ。で、これね、お父さんに言うっていうのはいけないことやし、本当は本人に言わないかんことやったんだろうけど、もうね、なんていうかな、私がもうちょっとそういうことに一つ一つをもう世話してやっと暇はないみたいになって生きようとかね、心が乾きようけいかんね。って思いながら、だからそこがちゃんと突破できんといかんじゃね。だってね、今ね、一人社長の会社っていっぱいあったりするわけよ。あ、はい、ね。だけ小規模やけん、私だけね、はい、会社の業績が悪くなったけん、リストラした経験は一回もないよ。一回もない。尻拭いというか、いっぺん、まずいことが起きたけん、はい、代わりに出稼ぎに行ったことは、その36の時ね、うん。でも、人をそれで切ったことはない。うんうん、だけど、大きな会社切るやん、こうやって。切りますね。ね。スパスパ切りますね、うん。それでさ、
あの、大きいとこに入っときゃいいっていうもんじゃないっていうことに気づいてほしいって。で、本物になろうっちゃ大変なことなわけ。大変ですね。そう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 。でも、それってさ、20代のまだ入りたてのときは分からんかもしれんけど、これが違ってくるわけよ。差がついてくるっちゃね。いや、だけど自分がどういう人生を歩みたいかによって違ってくるってことね。そうですね。昨日も、あの、ご隠居と、なんだろう、そのエネルギーはどっから来たかって言ったら、要するにそういうプロフィールがあったっけみたい。私にね、たまたまね。でも、うん、まあ、それを結局、あの、なかなか実行に移せる人はそうおらんと。で、しかも、大きな名前が通っているところを使わずに、使わってないっていうところもね、だから男前の性格って言ってくださいとかできるとか、で、ご意見とその話したら、ご意見が、で、よかったら、あの、こっちの方に来いひんっていう、つまり、あの、なんか出家っていうか、あの、スカウトされたんじゃないですか。ああ、あの、要するに宗教家にもう適任って。私、あの、宗教家になりませんかって、あの、スカウトされた。だから、まあ、これもちょっと、いや、まあ、悪い話じゃないじゃんけど、昨日、ちょっとそんなんでね、あれだったんです。それでね、まあ、28年続いてる、まあ、ありがたいですけど、はい、まあ、ちょっと、社長が亡くなりまして、はい、はあ、まあ、せっかく来ていただいたんで、あれやったら、お参りして行って、あ、うん、こんな人来てくれとっちゃけ、うん、うん。あの、そしたらあなたの、こう、一応こう、ほら、霧もつこうし。うん、いや、でもありがとう。たった半年しかおらんかったのに、よう、あの、そんな風に考えてくれて、しかもそんな、あの、もともとのお店をそうやってこう、応援してくれるって。あら、それがさ、あそこに甘冷うどんってあるよね。たら、うん、あるって、おでんさんが。はい、うん。たら、あそこの、そこでちょっとやっぱアルバイトしとった学生くんも、自分で甘冷うどんの結局ほら、そういうこう、Facebook ページとか作って、応援しよっちゃう。うん。あの、要するにお世話になったからこんな形で、あの、要するに、あの、僕のやれることで、あの、お世話になったお店を盛り上げようと思って、あ、この子いい子やなと思って、そう。やろうと思ったらできるやん、そういうことが。親父さんはそんなことできんよね。Facebook とか、不得意よね。でも、あの、お世話になった子が、はい、うん、そういうのをこう、ページ作ってあげて、しようとしようわけよ。いいことよね。うん、そう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 。だけど、あの、ほら、親父さんはさ、はい、なんかしてもらおうと思ってしたわけじゃないやない。はい、けど、なんかが通じとうけん、通じしようじゃね。うん、してたもんじゃないなと思って。で、つまり私は、そういう作業をね、やっぱりしてこなかったんだろうなとも思ったっけ。そういう子と出会った、そういう Facebook で出会った時にね。でまさかそれが、うちにいてくれた子が、まさか援護射撃というか、そこは、まあ、協力をしてくれてたとは。峰口さん、あのね、ここ何ヶ月かほら、例えば桜シャッターフォトコンテストとか、虎の子の、あれを Facebook 上で協力してくれてた、一読者さんと思った人が、うちに半年追ってくれた子やったと。そう。それで、うちの、私の大学時代の後輩が、その結局、同じ職場の、はい、あいつ上司、まさか。一応先輩になります、ね。先輩。だってゲラ。ということで、その要するに半年ぐらいでポンって辞めてね、もう本当はあの仕事に対して、その自分は甘かったと。いうので、あの、いっぺん会ってちゃんとこういうお詫びをしたいっていうので、来てくれた。あ、そういう経緯があって、今、訪ねてこられたんですか。はい。だから10年以上前に、ね、うん、いや、いい子よね。いや、だっけちょっと、あれやったらお仏壇にお参りして。ね、勇気がいるよね。こんな虎の穴にあった。いや、でもそうすることによって、まだ、二つ、いい方向にまだ向かうわけですね。いや、そうです、ね。それで、うちに、そういう子、あの、一読者として協力してくれたとよ。すごいよね。いや、ありがとう。いや、本当に、うん、勇気いったと思うよ。そうですね。よく、今度はトラダーナにまた戻ってきたね。いや、ありがとう。いや、なので、ちょっと、びっくり、嬉しいサプライズありがとうございます。この年の瀬にね。自分もその、お母さんから Facebook で友達申請もらった時めちゃくちゃ嬉しかったんです。本当？いや、でも、分かってなかったってのもあるけど。いや、でもね、それでもよ。それでも別に、だけって言って私はそのブロックやらせんよ。別にそんな、はい。うん。あの、私は大体どっちかというと、そういうこう、友達になるとかいうののキャラ、はい、ハードルはものすごく低いってね。やりとりしようって、いや、ちょっと申し訳ないけどっていうのはあるよね。もう、でも、そんなんじゃ全然なかったし、もなおかつ、協力してくれるけんさ、あ、いい人やねーって思ったわけよ。っていう感覚だったの。で、これやったら、あ、ケイヤマさんこのまま優勝持っていくな、とかね。出るで、ああいうこう、参加型の広告をね、はい、今一生懸命こう、しょったりするんだ。方向的にはおかしく、悪くない。いや、面白い。楽しいやろ。はい、うん。っていうので、
お店を知ってもらうきっかけ作りがさ、はい、なんかこう参加型、巻き込んでいく広告みたいな。だけどダンスが好きな人ならこう振り付けしてくれて、それでこう盛り上がっていくとかね。あの、なんか、ね、音で覚えてもらわない関係、まずとにかくコマーシャルソング作ろうとかね。はい、で、作って。で、ゆるキャラも今回もこんな感じでね、ずっと。なんか可愛いのができましたね。ね、あれは、あなたは知らんかもしれないけど、あの、小石さんちって結構、和江さんちって、あの、結構一番今長く追ってくれる、あの、お子さんが二人おんしゃけん、なかなかフルではちょっと入れないんだけど、っていう人が、ちょっといっぺんこう、あのね、今ね、それこそ、あなたが言ったように、はい、あの、あなたのアイデアを500円で、ね、はい、しますっていうので、しようだよね、はい。で、その時に、そうじゃないけど、そこまでのレパートにまではならないんですけど、春町にいるキャラがないです、キャラクターがいないですよねってふっと言ってくれたと。で、それからずっとあんな形になってたよ。っていうので、ほら、参加するとさ、はい、こう、これをしなさいって言われるよりも、ね、参加していくとこう盛り上がっていく面があるよね。で、それが、ノミニケーションじゃなく、仕事に本当に実際盛り上がっていくこと。そこの何々部が考えるとかなんかとかじゃなくて、はい、だから考えて協力して、あ、参加して、自分のものが採用されたりとかしたら嬉しいもんね。嬉しいですね。うん。っていうような感じをずっとしていこうかなと思ってね。だけど、私もそういうふうにまで持っていくためには、相当こう、いろいろこう勉強しながら、出しようと思うんだよね、うん。なんで、このアイデアは、あの、日本一社員が、世界一だとか日本一だとか、なんかとにかく、あの、幸せを感じてるという、幸福度が一番高いと言われてる、あの、会社の社長が出しようアイデアなの。うん。未来工業のね。未来工業。でも、ただね、社員の人の意見は聞いたことないって。一応そういうふうに言われよっちゃうけどね。うん、でも、多分、仕事に参加していくっていうことの楽しさみたいな。うん。の仕組み作りをしてるんですよね。なので、いや、今日は本当にありがとう。よく来てくれます。ちょっとよかったら、あの、玄関の方から。はい。まあ、本当に。田中くん、ありがとう。